うと思ったのに忘れてた。わかんない、なんか喉がね、喉の調子がよろしくないんですよ今日ね。昼普通になんかそのそこら辺のラーメン屋に行ったんですけど、一人でラーメン食べたくて、その時普通に今ちょっと日用品を買いに行って外出てた。これで出ました。日用品買えた。やばいよね。9時ぐらいに、7時くらいまで寝てて、あ、普通にあれだよ。なんか11時くらいに起きて、昨日もう疲れ切って早く寝て、11時くらいに今日起きて、で、なんか、ダラダラして、で、お腹すいたと思って、そのたこ焼き食べたくてたこ焼き食べようと思ったんだけど、なんかねラーメンの気分になっちゃって、そのここら辺にある家系ラーメン食べに行って帰ってきて、ラーメン食べた後にサーティワン行ってサーティワン食べて帰ってきて、買い物に外出ようと思ってたのに7時くらいまで寝てて、7時過ぎまで寝ちゃって、寝ちゃったよって思って、寝ちゃって、そっからもうめんどくさいダラダラしてて、でドンキ行って。なんか何買おうか悩みすぎて帰ってくるのが遅くなったっていうね。夜ご飯はマックです。マックのポテト、とりあえずマックのポテトが食べたくて、そう、やばい、めっちゃ買った、めっちゃ重かった、もうやばい、大量買いした、一応に重いよ。ちょっと手洗いたないから、ケチャップ。よいしょ。いっぱい買っちゃったよね。お腹すいた。本当に時間管理が。下手すぎて呆れちゃう。まあ呆れちゃう自分に。最近ドン・キホーテの袋その色だね。前違ったの。なんかね最近学習したんですけど、あのポテトこれ30分前に買ったから硬くなってないといいけど、もうなんかね最近 L サイズが一人で食べれなくなってしまって。やばいよね。ねえ待って、塩が漏れてる。最近 L サイズ一人で食べれなくて M にした、 M サイズにした。最近なんかあんなに大食いだったのに小食になってしまって、最近なんかもう残しちゃう、食べたいのに食べれない。エコバッグ、
エコバッグは持ってるっちゃ持ってるけどね、いつも忘れちゃう。いただきます。自分はマックのポテト入れを3個買ってマックの紙袋に全部入れて食べるのが好き。贅沢だね、3つも買うの。リモコンどこ。チーズバーガー買えばよかった。チーズバーガー連帯保証人には絶対なっちゃダメ、ね、何の話何の話ですか久しぶりに見た、久しぶりにやった。久しぶりにショールームしました。テレビ何の話。私ねマック行ってもねナゲットか食べ物系だとナゲットかあれポテトかエビフィレオしか買わないのよあんまり普段。でも今日エビフィレオの気分じゃなかったからポテトしか買わなかったんだけど、めちゃめちゃチーズバーガー買えばよかったって今後悔してる。チーズバーガー食べたい。教習所行ってないね、まだ行かないと。なんなんの何してたかな。でも今週の休暇あんまないんだよね。あ、最近シリカとハンバーガー食べに行った。あ、いる、あ、そうそう、あ、ロケしに行きました。トールとカオルの、あの、BS の、私が新しく、あの、レギュラー番組、リポーターの、やつ。でも昨日はもう疲れ果てて、寝てましたね。伊豆、静岡行ってきた。静岡でロケしてきました。初めて伊豆行ったね。静岡と仕事で行くのは初めてでしたね。初静岡。予約しないです。初静岡でした。なんかプライベートだったら小学校5年生ぐらいの時に確かおばあちゃんとバスツアーで行ったことある。静岡だっけね、山梨だっけな。とりあえず富士山見に行ったかな。あんまね、あの放送してないからネタバレできないですけど、話せないけど何もいつもみたいにペラペラ。
そう、4月29日から伊豆編ですね、確か。4月30日から伊豆編あれ放送されます。見てね。シャープん？シュん？あ、どこまで言っていいか分かんないから黙っとくわ、ちょっと。BS はまだ見られてない。あ、あのお手紙とかプレゼントとかいただきました、ありがとうございます。ここにあるね、ここにあるアンテナ分配器まだやってない、まだやっておらぬです。やります、後ほど。手紙とか送ってくれた皆さんありがとうございます。充電、うん、充電早くなった、確かに。寝室に刺してるからあれだけど、急速で充電が欲しいときは急速充電やってます。じゃあ私の今日も購入品紹介しよう、ドン・キホーテで。購入品紹介します。まずはこちら、早速お菓子。最近ね、ポテチが食べたくて、ポテトチップスです。ハニーバターチップ、韓国のやつですね、めっちゃ美味しい。これこちらと、で、私コーンポタージュも好きなんですけど、今年も念願のコーンポタージュ。コーンポタージュのお菓子も好きなのに、美味しそうだったから買った。と、あとはじゃん、シャンプーとリンス、私が使ってる、もうかれこれ4ヶ月くらい使ってますね、このシャンプーとリンスは。ラッテのシャンプーとリンスを買いました。これね、最初買った時ね、ハズレだと思ったの、あーハズレだこれと思ったんですけど、めちゃめちゃ良くて最高ってなっちゃう。次はアリエール、アリエール買った。私はずっと最近無臭の洗剤を使ってたんですけど、無臭の洗剤に柔軟剤を使ってたんですけど、なんかもういらないなと思って柔軟剤柔軟剤使ってるけど、普通に前使ってた洗剤に戻そうと思って、すぐ洗剤なくなるから。2個買った、重かったこの後
でもね、最近ね、2回あの洗剤入れるのやめました。最近はわかんない、前使った洗剤なんで2杯入れてたかっていうと、ちっちゃいんだよね、なんかこれの半分くらいだったから、ケースが。だから2回入れてたんだけど、これはもうでかいから、あの入れてない、もう 2回。あとは野菜ジュースかける2と、卵 L サイズの卵と、シャウエッセン、私が一番好きなウインナー、シャウエッセンです。シャウエッセン美味しいよね。と、ファブリーズ。ファブリーズも引っ越してきてからずっとこのファブリーズ使ってるね、ずっとこれファブリーズと、髪が明るくなってきたからちょっともう髪染めようと思って、染めようっていうかこれトリートメントなんだけどね、トリートメントバターみたいな、カラーバターってやつ買って、であとはトイレのスタンピー、スタンピーも買った。と、これでおしまい。消臭源。桃の匂い好きなんだよね、私。消臭源買いました。以上。以上です。なんで値段気になるん。じゃがりこは買ってないね。じゃがりこは買ってない。消臭源って初めて買ったんだけど、どうやって使うのこれ。蓋を閉めてシャバシャバ、めっちゃ桃、桃すぎ、桃だ。こういうことか。初めて買ったこういうの。すごい桃。よいしょ。12時か。近づいたら匂いするけど。いいね。ネイル綺麗じゃない、ネイル取りました。ネイルしてない。
こんな感じですかね、購入品紹介でした。床に小さい粒の消臭剤、床にばらまいてしまったことある。小さい粒の消臭剤もあるんだ。目がしょぼしょぼするのを治った。治ったけどコンタクトを取ると目見えなくなるんだよね私。だから最近もじゃがりこじゃないポテト、だから最近もコンタクトつけたまま寝てる。むっちゃ不便だろ、めちゃめちゃ不便ですね。飲み物、飲み物じゃない。眼鏡、違う、なんか寝て起きたら目が見えなくなってるの。コンタクト取って寝たらね、コンタクトつけたまま寝ると割と見えるんだけど、コンタクト取ってから寝ると本当に目が見えなくて、もうずっとぼやけてるの視界が。行かない行かない、ずっとぼやけてるから最近ね。なんかコンタクト洗浄で一回取るけど、寝るときはつけたまま寝てますね。なんか視力落ちたとかじゃないんだよね多分、なんか見えないなんかなんかね、なんて言えばいいんだろう、寝る直前とかだったら見えてくるようになるんだけど、なんか見えないんだよね本当に、目がぼやけすぎて意味わかんないね。あやふの意味わかんない。でもね、この目がしょぼしょぼしたりするのは治りました。眼科行こうと思ったけど行かなくてもよかった。いや本当に不便、なんか、ね、電車の標識とかも見えないし不便すぎる。オルソケラトロージっていうとったら、なんかねアイボン買ったんだけどね、アイボン意味ないんだよねあれオルソケラトロージ。
すごい高そうだけど。すごい目が良くなってくるんだ。でもダメだ、できない。検査前にコンタクトレンズの使用を休んでいただきます。休止期間は2週間から4週間だって。だからその2週間から4週間の間メガネで生活しないといけないってことでしょ。無理や。治療をやめると効果はなくなりますだって。うん、コンタクトの形とかじゃないんだよね。難しい。あれやりたい、なんだっけ、出てこない。なんだっけ、なんだっけ、レーシックやりたい。やるなら怖そう。でもレーシックしかも。え、レーシック手術は10分で完了しますだって。怖くない？怖くない？レーシックしたことある人いません？怖くない？じゃ見えるんだけど、別に見えないことはないんだけど、なんかずっとぼやけてるんだよね。なんかだからそれこそ目が悪い人がメガネする前みたいな、コンタクトとかメガネとかしてても。レーシック高いな、両目40万くらいするね、レーシック。度が合ってないとかじゃないの、なんか、ね、とにかくね、コンタクトして寝たらなんか見えるんだけど、コンタクト取って寝たら本当に目がぼやけてる。毎日炭酸飲みたい。そんなことは科学的にありません。ありえるんよ。違うの、でも本当になんかぼやきは夜には良くなってる、深夜までには良くなってるんですけど、日中とかずっとぼやいてるんだよね。なんかそういう病気あるって言ってた、言ってたっていうか、かあれあれらしい、なんだっけな、ブドウなんちゃらかんちゃらっていう。なんか症状らしいんだけど、なんだっけな、全然違うこと言ってるけど、かも。何やけ何やけ、
ぶどう膜炎。ぶどう膜炎ってのだと思う、多分。症状を見てたら、そうだからね、ずっとコンタクト、つけたまま寝ちゃってますね。食べた。え、関係ないよ、コンタクトとブドウ膜炎は。だけどブドウ膜炎だから、その前の日は見えてたのに、その次の日寝たら見えなくなるのよ。だからその症状にならないようにわざとコンタクトして、なんかこう、なんて言えばいいかな、とりあえずコンタクト、わざとコンタクトして寝てるっていう。難しいですね。なんか膜張ってるじゃないけど、コンタクトで。せいちゃんからもらったナーズのリップ、リップバーム。そうそう、多分コンタクトすることでなんかカバーされて、目が。それでなんかうまく見えてるけど、撮ると見えなくなっちゃう。たぶどうと、ぶどう膜炎ってやつだね。普通に行った方がいいね。そうだからコンタクト起こす、そうそうそう、伝わってたんだよ、こっち。病院行くべきですよね。行ったな。これ飲もう。なんでこの話になったんだっけ。症状悪化すると黒目が溶けてるよ。黒目溶ける人なんているんですか。黒目溶ける人なんているん。
気持ち悪くなるそうだね、それは。え、観覧車なくなるの？沖縄の、あの唯一沖縄にあった観覧車。なくなるの？本当だ、本当だ。本当だ、なくなるんだ。悲しいね。いつなくなるの？めっちゃ工事してんじゃん、この辺。なくなるんだ。悲しい。悲しいんだけど。悲しいんだけど。老朽化なんかな。9月末までにってめっちゃアバウトだな。待って、悲しい、なくなるんだ。観覧車の解体は6月にも始まり、今後再開発が予定されていて、6月か。そうなんか。チャタンのシンボルだよ。本当だよ。乗ったことある、ある、ある。全然あるよ。それこそゆうちゃんとも乗りに行きまして、私。写真あるよ。ゆうちゃんと乗りに行ったよ。観覧車どこにあるかな。ほら、これよ、これ、観覧車。これチャタンのね、よく行くんだよね、リラ。私チャタン帰るじゃない。私沖縄帰りますけどね、ゴールデンウィーク。多分帰る。そう、昔からあるね。ほら、観覧車乗ってる写真もある。分かりづらいけど2年前だね、これは。は、怖っ、2年前。これ観覧車、チャタンの観覧車乗ってる時、なんか痩せてるな、この時。痩せてる。ねえ、みんなあるよね。友達とも乗ったことあるよ、だって。なんかすごい痩せてるんですけど、2年前の6月。めっちゃ痩せてる。なんでこんな痩せてるんだろう。若いな、なんか。
え、待って、2年ってこんなに年取るもの？え、怖いんだけど。え、これ何歳だろう？ 18 歳とかがこれ。え、待って待って、怖い怖い怖い。2年前若いな。若っ。砂ヶ島ホテルできるんだ。砂ヶ島のホテルは泊まったことないな。何を見せるの？美浜の観覧車なくなるのはちょっとびっくり。若いリラ。うわー、なんかもう10代じゃないんだ自分が。怖いんですけど。悲しいな。悲しい、もう10代じゃないんだ。高校3年生のリラあるよ。高校3年生の私。怖いよね。待って、18歳が懐かしいな。若い。若いね。18歳のリラ。ねえ、若いなあ。痩せてる。なんか今が太ってるみたいで嫌だ。この時多分2キロ、今よりも2キロくらい痩せてましたね。てかさ、最近、昨日か、このその服まで着られる？え、着られるよ。着れますよ。持ってるしっていうか。着れる着れる、全然着れる。ねえ、ていうか聞いてほしいんだけどさ、最近私さ、超怖い夢見た。昨日だな、昨日。なんか飛行機に乗ってたんだけど、
飛行機が墜落してなんかもう死ぬ間際の夢見たんだよね。もうあもうなんか死を覚悟してた、死を覚悟してましたね。なんかもう墜落してるの、どんどんあリラ死ぬわ、もうありがとうみんな今までって心の中で多分思ってた、心の中で思ってて、でビューって墜落してたんだけど、なんかヒューって上がってなんか最終的には生きてたんだけど、でも死んでたね多分あれは。なんで飛行機苦手なんだよね。苦手じゃないんだけど、ただ飛行機がもう乗りすぎてなんか嫌になっちゃっただけ嫌いではない、嫌いというか苦手ではない。女性の方が生命力強い。でなんか調べたんだけど、なんかあんまいいこと書いてなかったね。え怖い。2、3週間前中国で垂直に落ちた映像怖すぎる。それはもうさみんなダメだったってこと？いやでも飛行機、あどうだろう、沖縄帰る時になるか、もうやだよね。調べちゃったもんね、飛行機で墜落夢って飛行機が墜落する夢は何か起こるも、何か問題が起こる前兆になります。ここで起きる人間問題とは人間関係、仕事、恋愛など様々なことが考えられますが、全く全てが良くない方向へ進むとは限りません。問題が起こる前兆だと知っていればある程度の心の準備や対応策を用意することができるでしょう。いいこと何も書いてなくない？用意しときましょうってもう書いてるぐらいだもんね。いやだ。恋愛じゃないでしょ。飛行機が墜落する夢は問題解決、不安や悩みが消える吉夢となります。また飛行機が墜落して多くの人が死んでしまう夢は、その時は怖い気持ちを抱えるかもしれませんが、夢占いで死は再出発の意味を伴うので安心してください。だってでも墜落しそうになってこう死ななかったりって夢はさ、なんだろう。やだな。墜落仕掛けた夢なんだろう。よくないね。
ないな。あんまりよろしくない夢ですよね。やだね。マッサージ行きたい。体がバキバキっていうかさ、二十歳になったんだけどさ、特にこれといって何も変わったことがなさすぎる。お家でも一回も二十歳になってからお酒飲んでないし、なんか二十歳になったけど、ただ年老ったくらいの感覚しかないんだけど。全然なんか二十歳になったが、何もないですね。逆に急に変わったら怖い。確かに、別に外に飲みにも行かないし、二十歳になったところでって感じだね。これといって何も変わらないですね。可能性の塊。社会で周りからの扱いが少しずつ変わっていくですよね。ですよね。やだな、年取るってなんか早く二十歳になりたかったけど、なんか別にこれといって変わったことがなさすぎて、なんか本当にただ年寄った気分。でもね、もう18から大人の扱いなんだよね。楽しいわ。ほんと生きてるだけでお金がかかるわ。わあ、電気料金高っ。今電気開けたんだけど、電気料金が高すぎてびっくり。これいつのやつ？これ払いに行かなきゃ。電気が高い。いやでも暖房のせいかな。暖房だね。でもね、最近はでもね、私暖房寒いの苦手だからって言って、暖房めちゃめちゃさガーってつけちゃうのね。高い、やばい。11月の3倍なんですけど。
電気料金11月の3倍、27とかだね設定温度。やばいね。やばやばだね。でも1月がバカ高いだけで、3月はまあまあ普通だね。あれ2月、私って2月生きてたよね。なんで2月の電気料金ないんだろう。いや高いと思う。だって一人暮らしで6872円だよ。11月は3000円もいかないくらいだけど、6872よ。あちゃーだね。ちょっとごめん、ミュートにします。よいしょ。
え、6000円って安いの？一人暮らしよ。でもね、たまになんか暖房消さないで出て行ったりとかもあったからあれだね。でもね、春とか暖房つけなくていいけど、冬じゃないね、夏になるとクーラーとかまたつけ出すから電気代高くなりそうですね。あちゃーだあちゃー。暖房がね圧倒的にねかかってるんかね、2万くらいかと思う。そんなそんな使わないよ、ね、でもなんかエアコンよりも暖房の方が高い気がする。エアコンじゃない冷房。高い気がする。え、同じなの？同じ？2万。高っ。でもな、実家にいた時2万とか言ってたかも、電気料金。4人暮らし、そんなもんなんかな。暖房の方が高いよね、クーラーよりも。暖房の方が高い気する。でも寝るとき暖房つけたら喉やられるから極力消すようにしてますね。消すようにしてなんかモコモコのパジャマ着てやるようにしてる。基本的にお風呂上がったら暖房消してたね。消してた。そう、乾燥しちゃう。てか今日美味しそうなお菓子買った。見て、あ、これじゃない。とした軽い食感と程よい酸味が癖になる絶品クリームチーズせんべい。なんでクリームチーズせんで止めたんだろう。せんべいじゃなくてクリームチーズせん。あ、変な開け方しちゃってよ。1個しか食べるつもりないのに。1個だけ食べます。もうなるほど。うん、確かにホロホロしてるかも。でもね、私の好きな味じゃない。いやね、雑炊食べたいんだよね、めちゃめちゃ。後で作ろう。今もうポテト食べたからお腹いっぱいだけど。ねえ、ノンさん暖房使わないんだ。私寒いの苦手だから暖房使っちゃう。
慢しなさい。無理。そろそろ終わろうかな。1時だもん。こたつを家に設置すると人間じゃなくなる気がするので絶対買わない。リラってさ怠け者に見えます？なんか言われたんだよね最近、なんかランディってすごい怠け者感あるよねって。でもそれがなんか落ち着くみたいな、この怠け者っぽい感じがって言われて、また前言われたことあるんだよね、なんか怠け者みたいって。あの動物の怠け者、でも怠け者って実はめっちゃ頭いいらしいよ。めっちゃ怠け者みたいって言われる。やだな。怠け者。怠け者って運動のしすぎでなくなっちゃうんだって。代謝が非常に低い生き物です。そのため運動しすぎると消費エネルギーが追いつかずに死んでしまうことがあります。だって怠け者のゆっくりとした行動は代謝を低く保つために欠かせない動きです。だって、そうだったんだ。怠け者って代謝低いんだ。動くと動きすぎると死んじゃうんだって、怠け者。なるほどね。地方から東京来たメンバーで最も自炊してそうなランディ。自炊してなさそう。いや、もっと私よりいると思いますよ、自炊してない人。週に1回するかしないかだからな。
ちゃんはなんかよくではないかな。スリちゃんは自炊してるイメージあるけどな。ハマはないね。セイナはあんま自炊してるイメージないですね。最近でもね、さやなと最近料理したんよ。さやなと最近クッキングしたから、だから人が来るときお皿必要。しかも8枚じゃなくて4枚ね。ねえ、リナのブログ見てないの？ブログ見なさい。うん、私もうなんかね、自炊するねメリットが感じられないんだよね。え、ファンクラブに入ってる方、私のブログ見てますか？最近サヨナとクッキングしたっていうの。でもね、自炊っていう自炊はしないけど、なんだろう、てかあんま食べないよな最近。なんか洗い物する時間もかかるし、スーパーに行って食材買って作る時間もかかるから、買った方が早いって思って、なんか買っちゃうね。そう、なんか買う方、食材買う方が高い。今週の食費6000円ですね今のところ。5000円だ、5000円ですね。あんま食べない言って、ご飯1日1食だからですかね。そうね、あんまり人が来た時ぐらいかな、自炊っていうか一緒に料理しようってなって作るのはあんまりやんないですね。そろそろ終わろう。ということでランキング読みます。なんか最近ファンレベルとかあるんだね、もう全然わかんない。全然わかんない。ファンレベル、今月から、あ、そう、この私の方で見れてる誰々のファンレベルが6に上がりましたとか5に上がりましたとか、ファンレベル、でもさ、ファンレベルってさ、あれだよね、
どれだけ、あ、すごい、待って、すごい、私の方で誰がファン、誰がファンレベル高いのかって全部見れるんだけど、やばっ。やばい、誰がどんくらいって全部見れる、怖っ筒抜けや、怖いな、すごい、今最高が6ですね、ファンレベル、すごいね、ファンレベル見れますね。別にないんじゃない、多分。毎月リセットされるらしい、すごいね、今は金曜日、すごいな。ということで、この辺でランキング見ます。1時になっちゃった、ランキングもね、13位韓国の方だ、アニョハセヨー、13位ありがとうございます、すいません、ごはんハングルが読めない。で12位がサザビさん、ありがとうございます。そして11位がドリームナタポングさん、ありがとうございます。で10位がキングスさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして9位がマリモッチさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして8位が福福さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして7位がチョロさん、ありがとうございます。そして6位が 662BPM さん、ありがとうございます。そして5位がアイスカフェさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で4位がとりあえずさん、ありがとうございます。で3位がたやきくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で2位がクロケンさん、ありがとうございます。そして1位がミンチャーさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。ということでね、遅い中皆さん見てくれてありがとうございました。ランリーは眠いのでお風呂に入って寝ます寝ます。ということで今日はこの辺で、おやすみなさい、さよなら、ランリー、バイバーイ、おやすみ。